長寿を排除いたしますトヨタ自動車株式会社代表取締役内山田武志様長寿豊田松一郎名誉会長内山田でございますここに謹んで お別れのご挨拶を申し上げますあなたは戦後の幾多の困難を乗り越えられトヨタ自動車およびトヨタグループを世界的な企業に育て上げた功労者であるとともにその円満なお人柄や鋭い洞察力卓越した指導力により尊敬を集め私たちの 心のよりどころというべき存在でした。それだけに2月14日、突然の不法に接し、私どもは悲しみこの上なく、今も残念でなりません。あなたは1952年にトヨタ自動車工業へ入社されてから今日まで、トヨタの発展にご尽力され、 日本の産業界のリーダーとしてご活躍されましたものづくりを通じ社会に貢献するという強い意志に私どもは常に励まされ挑戦する勇気を頂い,いていたように思います1959年あなたは建設委員長として我が国初の乗用車専門工場である 元町工場を完成させました初代工場長を務められ現地現物で品質管理を徹底しトヨタの量産体制を確立されました1970年代厳しい排ガス規制石油ショックによる未増有の危機ではあなたが技術部の現場を回り即断即決で 開発を先導していただいたことで難局を乗り越え新たな成長へとつながりました1981年にはトヨタ自動車販売の社長に就任され翌年にはトヨタ自動車工業とトヨタ自動車販売の合併を実現させました人の輪を大切にされるあなたは 後半、両者の社員はもとより全国の販売店取引先からも絶大な信頼を集めるところとなりトヨタ自動車は一致団結して歩み始めましたその後も経営者として豊かな国際感覚強い責任感と実行力により米国での現地生産体制の確立 レクサスブランドの販売開始など誠に多くのご功績を残されましたそしてあなたが大切にされ体現された創業期から続く精神ものづくりは人づくりの信念はトヨタグループのあらゆる製造現場に継承されておりますあなたはこうした 企業人の立場にとどまらず、日本の未来を見据え、幅広い分野でその指導力を発揮されました。1994年には、第8代経団連会長に就任され、経済界の代表として魅力ある日本の実現に向け、強い信念を持って規制緩和や税制改革などに取り組まれ、 多くの成果を挙げられました教育の分野ではものづくり大学海洋学園の設立発展に尽力されるなど社外においてもものづくりは人づくりを実践されましたさらに2005年に自然の英知をテーマとして開催された愛・地球博では 政府地元とともに誘致に奔走され開催決定後には2005年日本国際博覧会協会の会長として類いまれなるリーダーシップを発揮し大成功に導きました21世紀初の国際博覧会は世界から人々が集う魅力ある日本の国づくりにつなげたい というあなたの願い通り世界中の人々の大いなる交流の場となり子どもたちに夢と希望と感動を与える歴史に残るものとなりましたそして私自身名誉会長からは幸いにも多くのご指導を直接受ける機会に恵まれました 特に思い出深いのは初代プリウス開発の際に頂い,いた多くのアドバイスご指導でした当初ハイブリッドシステムと並行して燃費1.5倍の従来技術改良版との2本立てで開発していましたが名誉会長から君たちは1.5倍システムに逃げようとしているのではないか そんなことではハイブリッドシステムを完成させることはできないぞと言われプリウスはハイブリッド専用車になりましたまた開発がピークに差し掛かった時期には直接お電話をいただき社内の対応体制が十分か心配もしていただきましたそして役員になってからは 社外の経営者の方々とのお付き合いの仕方や基礎研究の進め方など直接多くのご指導をいただいたことは私にとって大きな財産ですいつもびっしりと書き込まれた手帳を見ながら「まるさん知っているかあそこは見てきたか」とお話しいただいたのを とても懐かしく思い出すとともにもうこれらのご指導を直接受けることができないと思うと大変寂しい気持ちです名誉会長この辺りでとわのお別れを申し上げなければなりませんこれまで本当にありがとうございました日本の未来を信じ 志高く歩まれたあなたのご意思は次世代にしっかりと引き継いでまいります深い相席の思いを込めて心からご冥福をお祈りいたしますどうぞ安らかにお休みください令和5年4月24日トヨタ自動車株式会社代表取締役内山田武史 ここでご参加の皆様に献花を賜ります前にお別れの会委員長並びに遺族を代表しトヨタ自動車株式会社代表取締役会長豊田昭夫よりご挨拶を申し上げます。 豊田明夫でございます。遺族を代表いたしまして、ご挨拶を申し上げます。本日は、父、翔一郎のお別れの会を開催いただき、ありがとうございます。また、多くの方にご参列いただき、誠にありがたく恐縮の至りでございます。父は生前、豊田グループに支えられ、鍛えられて発展してきたのが、豊田自動車だ。 と申しておりました父にとってはグループそのものがトヨタでしたので17社合同でこうした場を設けていただいたことを何よりも喜んでいると思いますお別れの会副委員長の皆様をはじめ準備から本日まで運営にご尽力いただきました皆様には大変お世話になり厚く御礼申し上げます ただいま弊社内山田代表取締役よりお心のこもった弔辞を賜りました心より感謝申し上げます父はいつも仕事で忙しく動き回っておりましたが家族との時間は大切にしてくれました最後もひろこに一緒にいてほしいその言葉通り母が看取り 苦ししままずに生きました父が亡くなった2月14日は偶然にも尊敬する豊田佐吉の誕生日でした佐吉には8人の孫がいてみんな仲が良くいとこかいと称してよく集まっておりました父がこの世に残された最後の一人でしたのでこれからはみんなでその続きを 楽しむのではないかと思います父も2人の子供5人の孫9人のひ孫に恵まれ一人一人に愛情を注いでくれましたみんなが仲良くいることが父の一番の望みだと思っております父は27歳で父親の喜一郎を亡くし取締役としてトヨタに入社いたしました 常に責任者としての重責を果たしながら障子を開けてみよう、外は広いぞという佐吉の言葉通りまさに障子を開けて日本のトヨタから世界のトヨタへその礎を築いたと思います父は人を信頼し人の輪を大切にする人でしたその自伝を読みましても国内外三官学 多くの方の方おお名前が出ててまままいりますいりりすつもこう申しておりました何事も一人でやろうとしてはいけないみんなでやるようにしなければならないそんな父だからこそ多くの人が集まり支えてくださったのだと思いますそして何よりも喜一郎の夢と志と心を実践し続けた人でした父は 日本を豊かな国にしたいという喜一郎の思いを受け継ぎさらに発展させ世界の人々が平和で豊かに暮らせる社会にしたいという思いを強く持っておりましたその根底にあったのは現地現物品質は工程で作り込む価格は市場で決まる絶えざるイノベーションへの挑戦そして全てを支える 人材のの育成といいう経営理念ですす忘れられらない父の言葉があります新しいものを作るために知恵を絞り汗をかき時間を忘れて熱中するその瞬間が極めて楽しい苦心した末にものが出来上がった時それを誰かが使って喜んだり助かったりした時この上ない喜びと 感動に包まれるだからもっと勉強し働いてもっと良いものを作ろうと思うこの言葉を胸にトヨタグループ全員でもっと勉強し働いてもっと良いものを追求するトヨタのものづくりと人づくりを継承していくことを誓います最後にこれまで講師にわたり 父をお支えくださった皆様に心より感謝申し上げます本当にありがとうございました